入ったぜカナダ。いやアリスやリスオル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 おいお前ら逃げてやんけ。どこやリス。あそこまでおったリスリスやリス黒初めて見たかも俺リスってマジで。うんリス来た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 。あんな黒いの？あれ、チッペって毛鼻が黒いのは。え？なん知らないの何なの？わかるけど。てかすごいな。っていうか川が。え、すげえ。崖すごくない？あの壁。すごい。壁なんだよ。すごいなあれ。なんかある人。目の前あれ。あれそうだよね。来たね。寒い。寒すぎる。さなかこれ日本より暖かいでしょ。これ今。暖かい。日本が1度は2度やったっけ。で今ここ6度なんや。ラスベガスすごく楽しみにしてた。ナイアガラ。なんも見えねえ。ここ本当は見えてんだよね。俺写真で見たことあるよ。ここ見えてるの。何も見えねえじゃねえか。おおおお。すげえなこれ。本当はここ見えてるはずなんだけどな。何も見えねえ。おお。映ってる。じゃあ つらつら。あ、なんか。おお、めっちゃ水当たってんだけど、これ雨？しぶき？おい、なんも見えねえ。なんも見えんぞ。あっち側どうなってんだ。また水がねえこれこれ雨やだレンズがレンズがだ国境だカナダとアメリカのリンボブリッジ日本じゃまあないよこんな国境があるよ。レインボーブリッジアメリカ側からカナダ側へ歩いて渡ってます。これはナイアガラ川か。うおーすげえ。入ったぜカナダ。いや。I love カナダ。じゃ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 。初めて聞いたぞ。アメリカで一回前でも言ってない。なんかパスポート見せて、ちょっとした質問何個答えるだけでさらーっと通してくれました。
霧がすごい、何も見えん。カジノ、あれカジノなんですけどね。あ、霧で全然見えてない。とうとう長良の滝、金田川、土正面まで来ました。それがこちらだ。でーん、いや何も見えねえ。マジで何も見えない。端っこがちょっと見えてるぐらい。いやー全然見えないの。あれが遊覧船霧の乙女号だっけな。すごいね、ワイラが霧の乙女号。100はスマホがないけど。すげえな、あの近くまで。あの人たちはあれからどこへ行くんだろうか。入っていくのかな。うちの霊らしいよ。ポンチョ来てるよ。さあ向かってる。まっすぐ一直線に滝の方行ってるね。どうなの？あの段階でびしゃびしゃやんな、もう多分めっちゃびしゃびしゃでしょ。止まったか。アイデンティーか、おい、あそこで止まりか。止まったな、あそこで。みんなポンチョ着てるね。あそこが止まんのか、霧の乙女号。一番近くまで来たぜ。すげえ。すぐそこにあるじゃん。あっち側見えないけど。すげえ。Ha ha ha!